こんにちは、茶草家の西条幸恵です。今日は2月6日がお誕生日の人の傾向や使命、真の姿や成熟目標などについてお話しします。ご本人さんも、身近な人がこのお誕生日の人だという人も、その人の可能性を改めて知り、それぞれ今日からの毎日に役立てていただけたらと思います。それではよろしくお願いします。2月の6日は水瓶座。この人はコミュニケーション能力で、持たせる印象は庶民派でさ、面倒見が良い親分肌なのよね。基本的に理想主義で博愛主義者やから、親分肌になっていきやすいのよ。でコミュニケーション能力が高いから、基本的な親しみやすいとか庶民派であるみたいなポージングを取りやすいですね。で頼りにされる。でただまあそのなんていうの、こう お高くって高貴で ほら荘厳でみたいな感じの親分じゃなくて、こう大工の棟梁とか、なんかこうどこどこの親父さんとか、こうお姉さんとか、こうなちょっと親しみやすい感じ、こうちょっとずけずけものを言う感じの親分になると思うのね。なんかこうほらめったに褒めてくれなくってさ、もう会長がよしって言ったら、それはもうみんな大喜びみたいなタイプの親分じゃないのよ。なんか今日は調子悪いなとか、なんか今日どないしてん、調子悪いやんかとか、今日はええやないかとか、こう結構ずけずけ言うタイプの親分みたいな感じの人ですね。で、まあ思いやりがあって落ち着きがあらはります。この辺その 人との感覚に対するバランス感覚が高くって、まあ、だからこそずけずけものが言えたりとか、こうその理想に対してこう動いていけるってことがしはるんやけれども、そういうことに対する美的感覚も鋭いですね。こうありたい、こうないといけない、こういうのが美しいみたいな独自の美的感覚を持ってらっしゃいます。まあ、この辺の水瓶座界隈はみんな大体美的感覚が鋭いんやけれども、まあ、2月の6日生まれさんもそうでしょうってとこですね。で、まあ、理想主義で美的感覚が高いし、この人の場合実行力もあらはるから不満が多いんですよね。やればなんとかなるんだからやればいいのにっていう不満っていうのは、この人の中でのその、まあ、文句言いの部分が出てくる。このズケズケものを言うところに文句っていうのが入ってくると、まあめんどくさい人ですよねっていう感じにはなるでしょう。まあ基本的に完璧主義者になりやすいし、実行力もあらはるしさ、面倒見もいいから、その不満を見つけちゃ改善していくっていう風なところはあんねんけども、この人がそのなんていうの、精神的な未成熟だったりとか、ちょっと拗ねてもうたりとか、精神的に大人になれずにさ、未熟な幼児のまま、幼児性のまま引きずって大人になっちゃった場合は、文句ばっかり言いよる、ずけずけもの言う、なんかこう、いばりんぼで自己中な、協調性のない、おせっかいになるやろうなっていう風な感じのパーツの組み合わせの人。それがまあいい感じに人間的に発達して、信用とか努力とか勉強とか知性とか美的感覚とか慎むところ、言っていいところってことが判別できるようになると、すごくこう良いざっくばらんな親分になるみたいな感じの器の方かなというふうに思います。まあ人間関係、社会、人間社会の外交官というか調整役というか調和役というか、なんかこう揉め事も、結婚とかその喧嘩とか商売とかその引っ越しとか、いろんなことをさ、あそこの親分に相談したらええねんっていう風な人みたいな感じにならはるのが、この人のまあ形かなと思いますね。村の名士みたいな感じですわね。真面目で責任感もあらはるでしょう。そんな感じかな。だからまあこの人の場合、分け隔てなく公平であることというのが幸運の鍵となっていくし、さっきも言ったけど、そのさ、いばりんぼになったり、おせっかいになったり、自己中になったりって言うたら、もう裏表一緒ですやん。やってることは一緒やねんけども、やりすぎたらいばりんぼやし、やりすぎたらおせっかいやし、これがいいから、なんかほら、魔女の宅急便でもさ、こういう使い込んだほうきがええから持っていきっていうのは、お母さんの愛情やし、その先輩魔女としての何、知識とさ、経験の知性としての、与えてあげられることやけど、それをあんまり押し付けてさ、全員が全員私が使った使い込んだもうほうきを使いなさいってなったらさ、めっちゃ自己中やんか。って感じやんか。後に続く人も。その辺の
バランス感覚っていうのがこの人にとって の, その自分のコントロールっていうのかな。あ、なんか年いってもう新しいこともよう知らんのに偉そうに言ってもてるかなっていう自分を振り返るような冷静さっていうのを持ち続けていくってことがこの人のまあ才能開花、自己実現の鍵になっていくかなというふうに思います。はい、よいしょ。親しみやすく高い理想を持たはる、生まれつきの、まあ、コミュニケーション能力の高い方でしょう。で、見た目もね綺麗な人が多いです。で、まあ、控えめで真面目で責任感もあるっていう風なところがこの人の部品ですね。で、この人は、まあ、知性っていうものが知識ですわね。知っていることが多いとか、見識が広いっていうことをすごく重要視する価値観をお持ちです。だからこういろんなこと勉強したいし、なんやろな、日本ではこうやけどアメリカではこうやねんでとか、なんかその世界観は島田紳助にはめっちゃウケるわとか、そういうなんやろな、ここの世界では値打ちがあるとか、ここではダメだけどここでは OK とか、そういう多様な視点っていうのを持ってるってことが2月6日にとっての価値なんですよね。だからいろんな人に話聞きたがるし、いろんな価値観を知りたがるし、それこそがこの人 の, その勉強する方向性だったりとか、見識を広める努力みたいなところがそこにあった方がバランスが取れていいんじゃないかなと思いますね。いろんな人の面倒を見たりとか、いろんなパターンの調和を作り上げていくって使命を持ってたりするから、今自分の自分の世代の考え方はこうやけども、自分の親の世代の考え方もこうやって、もっと上の世代の考え方こうで、歴史的にこうだったから、それはみんな別に悪気があるわけじゃないみたいな、そういうふうなさ、なんていうの、それぞれの正義の出どころみたいなものが分かってないとできない裁量とかも出てくるやんか。そういうふうな見識、その世代世代の考え方とか、その土地土地の考え方みたいなものを知ろうとするみたいなのは、この人の見識を広げる努力みたいなのにつながっていって、すごく良い調整役、調和係みたいなものが務まるんじゃないかなと思いますね。どこに書いたっけな。そう、この人の場合ね、頭の回転が速いというよりかは、そういう意味で広く聡明であるっていう風な言い方をした方がぴったりくる。別に反射神経が速くって、情報処理能力がすごくズバ抜けてるってタイプの人じゃないのよ。なんかほら、今まででもコミュニケーション能力が高いとか、頭の回転が速くって情報処理能力が高くってみたいな人っていうのは、11月からやらせてもらってたくさんいらっしゃるんだけれども、2月の6日の人っていうのは別に頭の回転が速いとかってわけじゃないんだよね。ゆっくりゆっくり消化していくみたいなところがあるから、なんて言ったんやろな、反射神経っていうの、出たとこ勝負で、その時その時すっごく良い、対応ができるっていう風なことではなくって、そういうのが得意な人じゃないってことね。どっちかっていうと、こう地道にやってきた経験値とか下支えみたいな説得力とか信用みたいなものを持ってやっていくみたいなのがこの人の持ち味かなと思いますね。そういう風なタイプのコミュニケーション能力っていうのがあるので、集団生活とか社会活動みたいなものに、馴染めれば勝ちみたいなところはあるんですよ。なぜなら協調性はあんまりない方なので、そこを乗り越えることができると、この人はもうどうせ積み上がっていくんですよね。人に合わせるとか、自分の考え方はこうやけども、あ、ここの村の考え方はこうなんやっていう風に、ここの会社の考え方はこうなんやっていう風に、若いうちはさ、飲み込んでいく、でそれを自分の血肉にしていくみたいな修行努力は初めのうちはいるでしょうね。でそれで主になっていくみたいな感じの成長の仕方をなさるんじゃないかなと思います。はい。で、この人のパーツとして、親しみやすく頼りにならはるから、意見が結構ずけずけものを言うっていう風なパーツがあらはるんですよね。でそこに何やろな、知性というか思いやりというか、さっきも言ったそのどの世代の人間のどの価値観なのか、この人の価値観はこうなんだろうなとか、この人は別に良かれと思ってこういう風にやってはるんやろなとか、そういう風なさ、ずけずけ言うにしても、思いやりとか人へのリスペクトとか理解しようっていう気持ちとか、頭ごなしにさ、
そんなんやってくれたら困りますわとかって言ってたらさ、そのズケズケ言うにしても、あの理解とリスペクトがあるズケズケと、それがなく自分の利害と自分の怒りをぶつけるためのズケズケやったら全然違うわけですやんか。そういうあの理解しようというふうな器、知性とあの心の広さ、精神的な成熟度みたいなものを広げながら、人を理解しようとする見識の広さみたいなものとか、相手への、あの、なんかほら、この人にはこの人のこういうやり方で正解やったっていう人生の流れがあったんだろうなみたいなさ、理解があるわけやんか。そういうふうなのを知ろうとするっていうのが、この人の、ずけずけ度による、良いずけずけになる方法みたいな感じじゃないかな。理解とリスペクトがないと、反感買いやすいよねっていうのはありますね。愛があるづけづけができるようになるといいよねっていうのがありますね。で、そこに関して言うと、あの説得力とか、あのそれこそ自分 の、 そのやってきてるバックボーンですね、地道な努力、そのついてきてる歴史みたいなものが、この人 の、 あのその時なんかは立つ先みたいに、その瞬発力とか状況的な判断能力が高くて、そこでトンチ的にやっていくっていう風なタイプの攻撃力を持ってる人じゃないのよね。なんか、あ、ずっとここであのやらせてもらってますっていう風な、2月6日生まれですみたいな感じの、こうなんて言ったらいいやろな、あの積み重ねてきたものでの説得力みたいなものがすごく強い人だったりするので、あの地道な努力とか信用みたいなものを貯めていくっていうのが、この人の成功への道筋でもあるので、あのほら、誰やったっけ、孫子の標本やったかな、なんかほら、あの敵を知り自分を知りで、あのボロを出すなっていうわけですよ、ああいう兵法、標法では。あのずっと真面目にやってりゃ相手が自滅することもあるから、いらんことすなっていう風なタイプの戦略もあって、2月6日の場合は結構それが効きます。あのどんどん奇抜なことして、こういう風な技術ができるようになりましたとか、こういう風なトンチが使えるようになりましたとかっていう風な、気をてらった努力するよりかは、相手がボロを、自分のこともやりつつ、相手のことも知りつつ、相手がボロを出すまで地道に信用を重ねていくっていう戦い方っていうのは、あの向いてますよ。あのなんていうの、水がめ座やからさ、あのしゃらくさいなって思うこともあると思うんですけども、そういう戦略が生き長く、あの現場の人として生き続け、尊敬尊重、周りのみんなを尊敬尊重しつつ、自分の信用も、尊厳も保ちつつやっていくっていう意味では、あのその消去的な努力っていうのかな、ネガティブベースのボロを出さないようにとか、いらんことせえへんようにみたいなことによってできる信用ってあるじゃないですか。あの人は、あの嫌だなって思うこと言わないなとか、あのこれ以上下品なことはしないとかっていう信用ってあるじゃないですか。しない系の信用っていうの、あの人はそういうこう、人を軽んじるようなこと言わないとか、それってある程度の日数がいるんですよね、しない系の信用って。あの人そういう下品なことしないよっていう信頼っていうのは、何年もやってて、そこにそういう、ちょっと下品やなって思われるっていう瞬間がなかったっていうことに対しての信用やんか。だからその辺のこう守りの、それなんていうの、戦略っていうのを使わはるっていうのは、2月6日にとってはすごく良い戦略なんじゃないかなと思います。向いてるよ、協調性がないっていう弱点みたいなのは、その辺でカバーしていけるんじゃないかなと思うし、さっきの言ったその芋づる式にね、威張りんぼ、おせっかい、自己中みたいなものも、その辺を慎んでさえおれば、自己のコントロールですよね、成功の鍵であるそこをやってると、結構まるっとあのやっていけるんじゃないかなと思います。この人にとっては、2月6日にとっては、そのちょっと怖い目の上の単行部的な人がおると、あの意外と運気いいんかもしれないですね。あの自由にできない分、あのそれがこの人を守ってるみたいな、そういう2月6日運勢強いと言えるでしょう。なんか先生がめっちゃ怖いとかさ上司がめっちゃ自由にやらせてくれへんとか、なんか堅実な人が身近にいると強いですね。怒られるとか嫌やろうけど、はい。基本的には、まあ、あの調和、調整、外交の人です。みんなとコミュニケーション取りながら仲を取り持ち、自分の村以外の村とも、あの仲良いね、挨拶したり、あの送り合ったり、何かいるものを送り合ったり、仲良くするばっかりが外交じゃないやん。ちょっとこう相手にこれ以上寄ってくるなよっていう牽制をね、出しておくとか、そういう風なさじ加減もうまい方なんで、
人間的な信用を、持ち、やることやるみたいなのが2月の6日の、まあ、持ち駒かなというふうに思いますね。良いですね。はい。で、この人の場合、調和調整、外交、よそとうまいことやる、自分のところを丁寧に整えるみたいな才能があらはるので、そこが高じて、すごく良い親分になるっていう話はちょっと前半させてもらったんやけども、それが行き過ぎると、何でも過ぎると良くないわけですよね。行き過ぎると、変化を恐れてマンネリ化になってしまうっていう、ちょっとこう、なんていうの、その、低迷、その組織の低迷を招くことにもなるので、いわゆる老害とかさ、マンネリ、事なかれみたいなものに、逃げすぎている場合は時代に本当に合ってるのかとか、周りの人の意見をほんまに聞いてるのかみたいな、そういう部分の欠落っていうのが、注意ポイントになってくるかなと思います。マンネリになってきたらちょっとね、 おかしいぞっていうふうに思っていただけるといいかもしれないですね。それはそれで消極的な自己中になってるかもねっていうところになります。2月6日前さん、人生の区切れ、ざっくり2つです。私、専門は手相占いなんですけれども、お誕生日占いでは2つしか用意はあるのですけれども、手相を見せに来てくれたら、その人の生命線とか運命線とかを読んで、生命線の方はボディですね。体の、エネルギーバランス、何歳からすごく調子がいいよとか、何歳にはちょっとこう、びっくりすることが起こるけどこれ1年で終わりますとか、何歳から何歳まで調子悪いねとか、何歳の開運は金運系ですとか、そういうのが言えたりするんですよ。あとなんか運命線やったら、人生の区切りは何歳ですよとか、何歳で子供産んでんだったら何歳でも産むよとか、そういうことが言えたりするので、手相面白そうやな、個人運勢学なんですけど、手相は、自分の個性、個人の運勢みたいなものを知りたいっていう場合は手相見せに来てください。コマーシャル終わり。はい、方位で1件目が14歳から43歳まで、14歳から43歳まで、ここがこの人にとっての1件目の旬みたいなところやって、感情性がさ、感情性ごめん感情性ってなんやねんな、感受性、この人の言ったら、まあ美的感覚が鋭いとかさ、理想主義とか、それで不満が多いとかっていう話しましたやん。自分のいる社会はこうであるべきだとか、自分はこういう風な実力をつけたいとかっていう、憧れをもとにわーっと走っていける力みたいなのがすごく高まる時が14歳から43歳までなんですね。で、この時をもって、やっぱりこの人の場合は社会生活ですよね。人間のグループに、入って力をつけるとか、自分なりのその説得力だったり信用だったり、あり方みたいなものを決めてしまって、それを貫いていくっていう風なスタイルっていうのを身につけていくでしょう。で、そこでやっぱりその人なりのその親分道であったりとか、外交能力、調整役、調和係みたいなのを、買っていくんじゃないかなと思います。で、この辺は多分プライベートか仕事か両方かどっちかは分かんないんですけども、この人の場合のその創作活動ですね、クリエイティビティ、何かしらの理想を形にするみたいな活動に、活動を実行していく、活動していく、その創作活動みたいなものをしていくっていう風な運気にすごく良い時です。なんか絵描くとか、歌歌うとか、演劇やるとか、なんか作品作るとか、スポーツやるとか、何でもいいんですけども、そういう自分なりのオリジナルな創作活動みたいなものも、14歳か43歳までに一つやってしまうっていうのがとてもおすすめです。はい。で、次ですね、2つ目が44歳から、ここからちょっと転機が来まして、ここでちょっとね、この人の何かしらそのバランスの強弱が変わるんですよ。で、今まであったらどうでもいいと思ってたものが、全然もうなんかどうでもよくない、めっちゃ大事みたいな感じならはって、すごくなんかね、44歳までは調和のためやったらどうでもいいことっていうのが、結構調和のために捨てられるものって結構いっぱいあったの、43までは。けど44からはちょっと我が強くなるっていうか、こうしますからみたいな、そういうふうな意志の強さみたいなものが出てきて、推しの強さみたいなのが出てくるんですよ。この後結構調和調整役っていうふうな個性があるから、基本的に自分からガンガンやるとか、自分がトップ取りたいみたいなあんまないんですけども、
あの44歳以降っていうのはその野心だったりとか前に出たりとか、あの、うん、自分の正義みたいなものを実現していくみたいなフェードっていうのが44歳ですね。だからまあ43歳まではあのまだあの子分やねんけども、44から親分になるみたいな、そんな感じの、あの構成になってはるんですよ。だからまあお誕生日ぐらいなだけで言ったら43歳までは全然下っ端でいいと思う。で44歳からあのもしあの自分に下が人がついてくるとかさ、あの何か立ち上げるとかってなるんだったら44歳からは全然やったらいいと思いますね。おすすめです。はい、うん、この人の場合は、まあ、他の人なんか他人との協力っていうのがやっぱりテーマになってくるし、他人の意見を聞かへんっていうのはこの人の運勢がどんどん悪くなっていくので、協調性とかあの調和みたいなもの、他人との協力みたいなものが仕事だったりとか、うん、精神的な成熟のテーマに結構なってくるところがありますね。で、あの分け隔てなく公平にするっていうのがこの人のそういう、コミュニケーションだったり社会生活のキーワードになってくると思います。どうしてもねエコひいきするんだよね、親分肌というかその、うん、この人の場合はな、なんかちょっとなんか出来のいい子を可愛がりやすいとかさ、そういうところがあるので、公平であるっていうのはちょっと意識的に意図するといいと思います。で、あのそういうふうなこう自分の見識を広げるって努力だったり勉強だったりとか、公平であろうとすることで、そのまあ地道な信用ですよね、いらんことしないっていうタイプの攻撃方法、戦略みたいなものをやっていくっていうのがこの人の努力目標になると思うんですけど、それを見てると他人をすごく刺激するんですよね。あの見た目も良かったり、その美的感覚がするので出すものが結構ね華やかだったりするんですよ。2月6日はあの2月6日個人、自分が思ってる個人ってのはすごく庶民派で、あの親しみやすいって思ってるところがあんねんけども、出すものの光がギャッて強かったりするのよ。だからあっと人の目を引いたりとか、あの人は何やっていう風にその人自身をこう憧れの対象として見る人が生まれたりとか、あのたくさんの人間に刺激を与えるっていうのがこの人の自覚してない影響の出し方だったりするの。なんか2月6日親分みたいになりてえっすみたいな人が結構いっぱい潜在的におるってこと。でも2月6日自体はそんなに自覚はないねん。自分は庶民派の親しみやすいズケズケ親分だみたいなのが自己認識かなと思うんですけど、そういうなんかギャップがありますね、この人の中には。だからあのさっきもちらっと言ったけど、創作活動してっていうのもそこの一つですね。あの光がね強いんで出さないと燃えるんですよ、中で炎症を起こすんですよね。それはほら肉体もそうや精神もそうなんですよ。精神にもあのホメオスタシスっていうのがあるので、その恒常性異常っていうのはやっぱり異常、アンバランスを引き起こすので、 あるものはちゃんと表現していかんといかんよっていうのがこの人の使い方としてのね。でその出していくってことがその周りを照らしたりとか周りに影響を与えたりっていうのはこの人の、裏の役目みたいな感じですね。大事、他の人に刺激を与え魅了する、それはこの人が狙ってやることじゃないんですよね。で、一番身近な他人ですよね、仕事での仲間とかパートナーみたいなものとの、分かち合いが成功の鍵とも言われています。何でもかんでも一人で解決しようとしないっていうのが修行になるよってことね。はい、こんな感じかな。あ、ほんで2月6日生まれの得意なフィールド、才能の発揮条件みたいな感じ、発動条件みたいなのは1対1が得意だと思うわ。1対1だから、あの親分に話がありますって言っても、あのほら江戸時代のさ、あの昔のお殿様がおっていっぱい武将が囲んでて話するみたいじゃなくて、あの個室に読んで1対1で話をつけて出していくみたいな、1対1がいい。2月の6日生まれは1対1が得意だから、まあ、あの向いてないとこでは戦うなって言うけど、あの1対1に持ち込んで向いてるから頑張って、はい、応援しております。だからまあ正義感が強いから基本的な平等とか公平とかそういうものを重要視なさるし、あのこの人にはこの人の正義があるんだろうなっていう風な、あのその人その人の価値観みたいなのも重要視なさると思うので、あのあのよっぽど運気が悪かったり根性が悪くない限りは、あの大体あの
協調性だったりがこう、克服されて良い親分になるんじゃないかなと思います。はい。で、人に教える仕事とかも向いてるよ。基本的にはあの人と関わる仕事が向いています。で、恋愛や人間関係、仕事でのパートナーシップ、一番身近な人間関係、さっきもちらっと言ったけど、そのパートナーとの分かち合いとか仕事の仲間とのなんかこう情報共有を、こんなことまでいちいち相談するなんてめんどくさいと思われるかなみたいな遠慮めっちゃあると思うねんけど、それ言うのがあなたの修行ですみたいな、困ったことを自分でググって調べて自分で何とかして一日潰して解決するよりも、隣の人に相談して教えてもらうっていうのがこの2月6日生まれさんの精神的な成長には必要よみたいな感じですね。で、理想についてこられる人っていうのがいいと思う。あの2月6日自体は基本的に理想主義で完璧主義なんで、それに向かって頑張ってるというかところがあらはると思うんですよね。親分像だったりとか調和という理想だったりとか、それを分かって応援してくれる人、まあ、分からなくても応援してくれる人がいいと思います。そんな感じかな。あとはあの知性が揃ってる人もおすすめ。あの読んでる本とか、そのほら自分はほらすごく広い見識っていうのを値打ちがあると思ってんのに、もうそんなも全然理解しようとせんと一辺倒でさ、普通こうでしょとか言うと死ぬほど嫌いやと思うねんか。だからそこはちょっと避けた方がいいですよね。そういうこう知性、知りたいって思う見識が広がっているっていうことに対する値打ちみたいなものが分かってくれる人の方がパートナーとしてはやりやすいと思います。こんな感じかな。はい。でも、まあ、家庭的でね、あの身内になったらすごく献身的に尽くす人ですよね。あの冒頭でも言ったように親分肌でさ、面倒見がいいから、あのこの人がもう身内にしてしまった人っていうのはすごくこう居心地が良い状態だったりとか調和っていうものにあやかれるっていうのが2月6日を仲間に入れるメリットみたいな感じになっていくと思う。2月6日がね仲間に入ってるとね、結構そこのチームっていうのは調和とか調整、ええ感じにまとまらせてもらえるみたいなのを、手に入れますね。そんな感じかな。はい。ということで、まあ、聡明でコミュニケーション能力が高く親分肌でいらっしゃいます。時に威張りんぼだったりおせっかいになったりしますが、その辺は自分を上手にコントロールなさってね。分け隔てなく公平であることや広い見識、地道な、いらんことせえへんっていう努力っていうものがあなたの成功を切り開いていくんじゃないでしょうか。金銭的な欲が行動の原動力になることも大いにあると思いますので、どんどんあの野心を出して、お金だったり、利益だったりを追いかけるのも良いと思いますよ。応援しております。ということで、ここまで聞いてくれてありがとうございました。実は私も2月6日生まれ、同じ2月6日生まれとして一緒に頑張りましょう。ということで、それではほなねー。